皆さんこんにちは、テラルネサンスの小田です。私は普段日本国内における、京都の事務局で主に、ファンドレイジングや広報、そしてブランディングデザインを担当するマネージャーとして働いています。今回、テラルネサンスの台湾公式キャラクターデザインを公募するにあたり、この審査委員長を務めることになりました。私たちテラルネサンスは、平和構築に取り組む NGO として2001年に発足をして、これまで日本をはじめアジアやアフリカで、その活動を続けてきました。今年で20年になります。今後さらにインターナショナル NGO としての影響力を高めていきたい、そんなふうに考えた時、この台湾での活動、その啓発活動を広めていく力を入れていきたいというふうに考えています。台湾の皆さんに愛され、そしてテラルネサンスを知っていただき、このキャラクターを一緒に育てていただけるような、そんなデザインを期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。